がお送りしています J-Web Across the Sky。 ここからの時間はランドスケープマンダー。世界の建築を通して見えてくる社会やビジネス、身近な生活とのつながり、そしてそこから広がる人々の未来のビジョンを描き出していきます。パートナーにお迎えするのは、施設参謀として様々な建築プロジェクトに関わる川原秀人さんです。川原さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は街全体が建築美術館のよう、アメリカ建築の聖地とも言われているシカゴの街をピックアップしたいと思います。今頃はクリスマスイルミネーションが綺麗そうですよね。はい、アメリカ人が建築家中心の都市はどこだと聞けば、まずシカゴと答えるはずですよ。その市街地も郊外も全てそうで、クリスマス映画のホームアローンもシカゴ郊外が舞台でしたよね。ということで今日もクイズからスタートです。様々な有名建築家の作品がひしめくように立ち並ぶシカゴの街ですが、ここには女性建築家が手掛けた世界初の建築物があります。次の3つのうち、女性建築家が手掛けた初の建物はどれでしょうか。1、波を打ってるようなデザインの超高層ビル。2、川が合流する様子をイメージした飛行場。3、螺旋を描くデザインが美しい電波塔。まあちょっと文字だけじゃ分かんないんですけどそうですよね、うん、なんだろう、飛行場とか大きいものなものはいきなり任せてもらえなそうだから、電波塔3。はい、はい、じゃあ正解は1番の超高層ビルです。お、はい、アクアタワーといって、はいはい、まあ、ジーン・ギャングさんっていう、うん、別にギャングなわけじゃないんですけど、うん、名字ですけど、はいはい、そのスタジオギャングというところが、かっこいい名称の そのスタジオが設計した、はい、超高層、すごい綺麗ですね。そうなんですね。これっていつぐらいに建てられた作品なんですか。2010年前後だと思いました。2010年まで女性建築家が建物を建てることってなかったんですか。いや、要するに超高層を建てることはなかった、うん、あー、なるほどなるほど、はい、そういうことです。う、はい、そういうことなんですね、はい、だからイギリスのザハ・ハディドさんだとか、はいはい、日本の瀬島和代さんとか、うん、有名建築家いるんですけど、はい、割とホリゾンタルとか、うん、そういう水平方向とか、割とそういったものが多くてですね、超高層はなかなか不思議なもんでいらっしゃらなかったんですね、はい、やっぱり建築界っていうのは男性社会なんですか。はい、基本的にこれまではそういう感じだったというのが正解だと思います。でも最近は大学の建築学科も女性が半分ぐらい女性になってきてるんですよ。だから設計の世界も、先ほど言った、まあ、ザハさんであるとか瀬島さんであるとかじゃないですけど、とにかく女性の割合が私半分に迫ろうとしてる、そこまでは言ってないかもしれないけど、3分の1以上はもうだんだんなってきたんじゃないかなっていうふうに感じてます。なるほどなるほど、はいはい、ということで冒頭でシカゴは街全体が建築美術館のようとご紹介しましたが、先週取り上げたオランダは斬新でアートのような建築物が多かったと思います。逆にシカゴの建築にはどういう特徴があるんでしょうか。はい、シカゴの建築は、うん、古典建築と、うん、あと近代建築と現代建築が、うん、なんか上手に混ざり合って、うん、素晴らしいマッチングをしたような都市じゃないかなと思います。もともとがですね、1871年にシカゴ大火って言いまして、大火事で町の半分以上がもうなくなっちゃったんですよ、うん、それを解消しようと1893年にシカゴ万博がきっかけになって、うん、新たな都市づくりをしようっていう運動が起きてですね、うん、そこから1895年ぐらいから摩天楼発祥の地と言われるほど超高層が出来出してきたんですよ、うん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 、その頃はその万博から影響を受けたゴシック様式を、はい、最初はルイス裁判事務所とかいろいろ作ってたんですね。それが近代になって、今度はミース・ファンデル・ローエさん、まあ前にも三大建築家で出てきましたけど、これはミースさんが第二の故郷でシカゴに後半生をずっと住むことになるんですが、はい、その人が今度はIBM ビルであるとか、うん、あるいはシカゴ連邦センターとかで、またニューヨークのシーグラムビルみたいな、何の変哲もない一見の変哲もないモノリスみたいな、要するにかっこいいモダンビルを作り出して、はい、それがまたシカゴの次の流行を生むようになって、はい、現代は現代でまたさっきのジン・ギャングさんとか別の人が新しいスタイルを生み出すようになって、それがでもおかしいかといえば意外とマッチングしてですね、で街全体全て
べて隙のない、あの建築様式というか、あの都市様式にしてるっていうのが大きなシカゴの特徴じゃないかなというふうに思いますね。なるほどなるほど、はい、あと超高層ビルが立ち並んでるっていうと環境問題の方はどうなってるのかなと思うんですけど、未来へ向けての取り組みもだいぶなされてるんですか？はい、全米でその最初の取り組みは実はシカゴで、はい、あのスマートシティプロジェクトというのはあのもうやっていて、あのアレイオブシンクスって言って、まあ、AOT、IoT ってあのインターネットオブシンクスってあの言葉がありますよね。あれに文字って作った世界だとか、高層ビルの屋上緑化を最初にやりだしたところってシカゴなんですよ。でその超高層のそういった あらゆるこう、まあ、屋上をとにかく緑に変えていくということもやって、全米の模範にしていって、そして世界に広がっていたという世界もあるので、はい、そういった意味で20年以上前からそのシカゴが代表してそういったサスティナブルであるとか、そういうあの環境問題を解決しようというふうにあのやりだしたっていうのがあって、そしてあの超高層も非常にあの上下水とかそういったものに気を使ったあの施設にそれぞれがなってるんですよね、うん、それはもう古典建築というか、あの摩天楼が建ち始めた頃からすごくあの気を使って作られたということがあのいろいろと言われております、うん、他には超高層ビル以外に何か建築で有名なものはあるんですか？はい、これがまたいっぱいあってですね、はい、これは話したあの、うん、フランク・ロイド・ライトさんが最初に活躍した地があのシカゴでした、はい、あのフランク・ロイド・ライトさんはですね、あのシカゴ郊外にオーク・パークっていう地区があるんですけど、うん、あの前にも話したプレイリースタイルっていう、うん、あの建物をもう今でもものすごくいっぱいあの存続してて、うん、もうそのあのオークパーク地区ってライト建築の、はい、とにかく博物館と言われるようにいっぱいあるんですよ、うん、本当だ、うん、数十あの残っていて、うんうん、であのものすごい街並みがあの良くてですね、ただ私も行ったんですけど、なんか日本風情にやっぱ感じるんですよね、うん、だからプレイリースタイルで確かに日本建築からあの影響を受けたんだなっていうのをすごく感じたりしています、うんうん、もう一つがあのミース・ファンデル・ローエさん、これもシカゴ郊外にですね、もう超有名なあの傑作住宅、あの週末住宅なんですけど、ファンズワーステイというこの写真のですね施設があって、そしてこれはあのものすごくとにかく世界中からこう模範にされた住宅ではあるんですけど、ただガラスと鉄との塊の住宅で、そしてあのスケスケでどっからでもあの四方から見れるんですよね、はいはい、で森の中に隠れているんですけど、有名になりすぎて、うん、あの見物人が多くなって、うん、ここに住んでた人、うん、元ミスさんの彼女だったんですけど、はいはい、その人が怒っちゃって、うん、それで建築費も高騰して、それであのとにかく訴訟したんですね、うん、で結果的にミスさんが勝ったんで、あの勝訴したんですけど、うん、はい、その後あの住人のファンズワースさんはもうノイレーゼ気味になるぐらい、うん、あのとにかくこの家に住むのがちょっと辛くなって、うんうん、でもうあの人が来るたびにもうライフルまでこう部屋の中に置いて、うん、そしてこう構えてたというぐらいなあのエピソードが残っています。いや丸見えですもんね、そうですね、外側から一面ガラスで、はいはい、なるほど、はい、でですけどとにかくこれ見たら分かるように、あの住宅にはならなかったけど、あの要するに模倣されなかったですけど、あのその後 あの郊外にあるようなあのショールームの先駆けとなって、世界中がこういう形のショールームになって、日本にもねカーショップとかもうこの形ばっかりですよね、うん、うん、そういった宣伝をつけたという意味ですごいあの、いや要するに気になる、うん、あの施設ですっていう意味合いです、はいはい、まあ、シカゴ今観光したらクリスマスも相まってすごく素敵そうなんですけども、建築とクリスマス同時に楽しむならズバリどこに行けばいいでしょうか？はい、第一のおすすめは、はい、シカゴ市街の建築だけを船で遊覧するような建築クルーズというのがあります。もう建築以外にはもうないような、もちろん中で食事とかはできるんですけど、はいはい、それがおすすめだと思います。とにかく有名建築、トウモロコシのツインタワーみたいなこうマリーナシティであるとか、いろんな有名建築を見て回ることができます、うん、あるいは
あのシアーズタワーでずっと行って世界一をあの長い間誇ってたんですけど、最近はウィリスタワーっていう名称に変わった、その昔世界一だったそのビルの展望あのコーナーに、あのザレッジっていうあのアクリルのボックスみたいな、こうビルから出っ張ったボックスがいくつか付けられてて、それってあの床壁展示を全部あの透明なんですよ。で103階ですから、そこでこうあの入っていくともうスリル満点というか超怖いような世界で、そういったやつをすごく楽しめるようなところだったり、あるいはアートと一緒に見るんだったら J プリツカーパビリオン、あるいはシカゴ美術館、これ2つともプリツカー賞を受賞した設計者があの設計したんですけど、そういったもの、あとクリスマスならミシガン湖からとにかくあの夜景で、要するにこう摩天楼をしっかりこうライティングされた摩天楼を眺めるっていうのがすごくいいんじゃないかなと。レコードジャケットにもいっぱいなってますし、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、今コロナでねなかなか旅行は難しいんですけども、いつか機会があれば皆さん今のおすすめスポット行ってみてはいかがでしょうか。ということで今日はシカゴと建築のお話を伺いました。川原さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。